はい、ということで本日も飛び盛りをやっていきたいと思います。夢の世界へようこそ。あなたは今どんぐりという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましねと。はい、まあそういったところでどんぐり村へとやってきました。いやー、なんかめちゃくちゃ雨降ってるね。雨の音がめちゃくちゃ心地いいんだけど。そしてこれ水たまりか。なんかね、水たまりがめちゃくちゃ有名と聞いていたので、なんか想像以上にすごいですね。これはまあおそらくマイデザインで描いたものだと思うんですけど、いやー、かなりよくできてますよね。ね、さあそういったところで、なんだこれは、傘か。さあ傘を使っていきますか。お、かわいいじゃん。めっちゃかわいくないこれ。みんな見て。あ、なんかいる。こんにちは。あ、店長さん。チーズチーズチーズ。何、どうした。なんかあったのか。まあいいわ、とりあえず中に入っていきましょうか。こんにちは、と。さあやってまいりました。あ、ほんまや、めちゃくちゃチーズやな。何これ、本当にこれチーズの壁紙と絨毯な。ごめん、俺あんまりさ詳しくなくて。何何これ、こういうものが存在するわけね。今初めて知ったわ。だからまあさっきチーズチーズチーズって言ってたんか。なんかね、おしゃれでいいですよね。お、なんかやってきた奥の部屋に。そしてなんかめちゃくちゃでかいシチューがありますね。なんだこれ、すごいな。いやー、なんかこんなん見てるとシチュー食べたくなるよね。ちなみにね、カレーは昨日食べました。けどさ、シチューってあんまり食べないんだよね。みんなどう？シチューって結構食べますか？あんまり食べないよね。カレーは割と食べる機会があるんですけど、だってさ、外食でもシチューってあんまりないよね。カレーなら割とね、ありますけど、ね、シチューってなかなかない気がする。まあカレーとかだったらさ、ココイチとかカレーチェーン店があるけど、シチューは聞いたことないよね。まあ家でしか食べないのかな、基本は。そしてここはなんだ。なんかやってるぞ。なんだこれ、しかも現金が置いてあるんだけど。いいな、現金。現金俺も欲しいわ。だからまあパッと見た感じ売上金かな、あれは。うん、で店なのかなこれは。ね、見た感じ、あー、なるほどね。なんか厨房か。まあ厨房かっていう、まあ見た感じ厨房にしか見えないけどね。あー、ミルクティーがうまい。ちょっと今さ、ミルクティー飲みながらやってるんだけど、やっぱミルクティー美味しいよね、うん、さあやっていきましょうか。すまんな、さっきからちょっとゴクゴク言ってて。基本的に僕が無言の時ってミルクティー飲んでますからね。とりあえずミルクティーを飲むみたいな。で、下の方に行くと、おや、これはなんだ？ここら辺は、ああ、なるほどね。まあ、和風系のエリアみたいな。割とね、最近の村ってエリア分けされてますからね。まあ、ここは和風エリアとか、ね。で、右の方は、まあなんか他のエリアみたいな感じで、結構ね、区画で分かれている場合が割と多いんですよね。でまあこちらの方に行くと、まあこういった感じと。なんかすごいね、ほんと。なんか天気の子とかに出てきそうじゃない、めちゃくちゃ。で、いかにも天気の子に出てきそうな村ですよね、これ。うわー、すごいな、ここ。水たまりめっちゃ綺麗やな。で、こちらに行くと、おー、なるほどね。こういうものがあるわけか。いやー、いいね。素晴らしい。で、ここはキャンプ場か。ほうほうほう。で、まあ、キャンプ場がありますと。で、ここら辺はちょっとプチ果樹園と。なるほどね。ここはキャンプエリアか。で、竹の子なんか置いてあるんだけど。で、ここに竹がありますといったところで。さあちょっと待って、こっちの方に行くと何かあるので、ちょっとこっち行きたいね。さあこっちかな。おお、なんかすごいね、ここ。あ、クマちゃんがいる、かわいい。
で、家があるので家の中に入っていきましょうか。お邪魔しまんぼう。さあ家の中に入ってきました。あ、なんか BGM がすごい。なんか BGM がすごいんだけど、なんかクマちゃんがいっぱいいる。かわいい。なにこれ、クマちゃんだらけなんだけど。かわいすぎないこれ。まあ多分これはクマを売ってるんだと思いますね。あ、なにこれ。ちょっと見なかったことでしょう。上の方行く。まあ、熊のぬいぐるみを売ってるところかな、見た感じ。まあ、お店って感じがするもんね、雰囲気的に。まあ、個人の家ではないよね。あ、上は上は？わー、なんか、すごいね。熊がめっちゃいるんだけど。なんかこんなに服変えることできるんですね、熊の。めっちゃいろいろ種類あるんだけど。そしてこういうのいいよね、こういうソファー。ね。まあ見た感じ、まあ熊の販売店みたいな感じでしたね。よくできてるなってか、よくこんな集めたな。めっちゃ集めてるじゃんっていう。割と珍しい気がする。で、なんかカフェ作ったりとか、酒場作ったりとか、なんかそういったね、村とかは結構見受けられるんですけど、熊を売っている村ってなかなかないよね。なかなかっていうか初めて見たわ。まあ、今まで100回ぐらい夢訪問してるんですけど、でその中でも初めて見ましたね。さあこっちの家の中に入ってみる。お邪魔します。さあここの部屋は、あーなるほどね。なんでこんなもんがこんなとこにあるんだ。まあ学校なのかな。けどちょっと授業中にこんなものが横にあってビビるけどね。理科室とかであれば、まあまあまあ、わかるけど。ちなみにさ、みんなの学校って理科室と理科準備室だっけ？に分かれてましたか？僕の学校はね、分かれてたんだけど、ね、何なんだろうね、今思うと。なんか理科室と実験準備室に分かれてた記憶があるけど、実験準備室はどちらかというと、なんか物を置いたりとか、ね。まあそういった倉庫的な役割だったのかな。で学校によってはなんか準備室がないところも結構あるみたいなんですよね、小さいところだと。まあ僕のところはあったんですけどね。まあそれだけの話なんですけど。はい、っていうことでここは学校っていう認識でいいかな。まあ見た感じ下駄箱もあるから学校でしょうね。まあ机とかもあるし。ちょっとこの男の子に聞いてみる。こんにちは先生、生徒募集中です。ああ、もう確実にこれは学校ですね。いやー学校か、懐かしいな、学校という響き。懐かしいっすね。いやー、やっぱ学校ってなんだ、なんやらかんやらで楽しいですよね。学校か。学校いいよなー。また学校行きたくなってくるわ。まあ、学校嫌いな人が多いからさ、結構。まあ、なんとも言えないところだけど、俺はね、個人的には好きだったかな。学校は。皆さんはどうですか？学校は好きですか？けどさ、やっぱりいろいろな人がいるし、友達も多いしさ、学校に行ったら。で、なんだかんだで楽しくないか、総合的に考えたら。ね、まあ、給食も美味しいしさ、ね、いい暇つぶしにはなると思うけどね。まあ、勉強がめんどくさいっていうのはあるけど、まあ、それはそれでね、まあ、仕方ないのかなっていうところもありますしね。だって、それはまあ、みんなやってることだからさ。で、これは、どんぐりか。まあ、どんぐり村ですからね。で、これは、あ、交番なんだ。珍しいね。ここの位置に立ててる人ってなかなか珍しい気がする。で、トーテムポールか。ちょ、一瞬、なんか言葉が出てこなかったわ。トーテムポールがここにはありますと。では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 、こっちの家に行きますか。なんかね、こっちの方にも家があったんですよね。さあ、ここの家はかなりでかいね。こんにちは。これ多分最終までやってるのかな、おそらく。さあ、おそらく最終までやっているとは思うんですけども、お、砂浜？あ、寝ている。砂浜？砂浜？ね、見た感じ海ですもんね、これ。おお、ここは海の家か？
海の家ですか？いや、そうでもないね。なんか、かわいいね。めっちゃ家広いやん。で、ベッドが結構あるな。なんなんだろう、これ。まあ、休憩室みたいな感じか、海の家の。まあ、パッと見だとさ、海の家っていう印象が大きいんですけどね、これ。で、まあ、ここに砂浜があって、で、僕が通ることができないと。たまにさ、これ、人が突っかえて今みたいに通れないこと結構ありますからね。はい、奥の部屋に行きましょうか、これ。さあ、奥の部屋に行こうぜ。さて、奥の部屋は何がある？あー、なるほどね。なんか、わちゃわちゃしてるな。めっちゃくちゃわちゃわちゃしてんな。なんだこれ。なんか、テレビ番組やってるぞ。いいね、戦隊もの。俺もさ、小さい頃戦隊もの見てたわ。まあ、かなり小さい頃だけどね。小学1、2年生ぐらいの時。まあ、3年生以降は全然見なかったけどさ。昔はなんか仮面ライダーとか、まあ今もあるのかわからないけどさ、仮面ライダーよく見てましたね。うん。あとは戦隊ものとか。やっぱりその小さい男の子ってそういう戦隊もの好きですからね。結構それに関しては割とね、共通するんじゃないかなと。戦隊もの嫌いな男の子ってあんまりいないと思うよ。少数派じゃないかな。結構誰でも見てますよね。特になんか仮面ライダーとか。ね。そしてこれはなんか露天風呂か。なんか家の中にあるし露天ではないと思うんだけど。なんかおしゃれなお風呂でしたね。さあ、上の階に行きましょうか。さあ何がある？あ、プーギーちゃんがいる。かわいいね。プーギーちゃんがいるの。そしてこれは Wii U か。無人島脱出ゲーム。出たー。無人島脱出ゲーム。俺さ、無人島脱出ゲームって一度もしたことがないんだけど、あれって面白いの？まあ一応ね、動画見たことあるんだけど、あれって面白いのかなと。まあ、やってる人がいるんだから、まあ少なくとも面白くなくはないと思うんだけど、実際のところどうなのかなと。はい、まあそういったところでね、本日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひね、これを機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。